何このところ行きましょうか。あーこれはむずい。続いて6品目のお肉です。ゆうくんどれ行きましょう。脂の音があんまりしん、若干しっとりした身のっぽい音はすごいあります。あ、ちょっと待って、すごい今肉汁落ちた。いや、身の脂の音じゃないと、これ水分の音やな。あ、ちょっと待って、これやばいかも、分からへん。おお、ではお肉のテイスティングタイムどうぞ。あ、香り、弾力、繊維、肉汁、あ、残った最後の牧草の感じ、ハラミや。ハラミの理由は何ですか？ハラミってさ、油が独特なのよ。これ一番飼料を食べた香りっていうのが油に宿るんですけど、繊維ですね。だから食感、肉汁で、最後の香りなんですけど、この香りが普通の油と違ってて、ハラミの油ってちょっと個別なんですよ。なんとなくほら、ハラミってさ、タレつけた後にさ、タレの上にちょっと油浮かんで、わかる？はあ、はあ、そういう、あのなんかこう、ちょっと凝固体に近いような油の香りがするんで、これ絶対ハラミです。正解はハラミです。よっとー、いえいえいえ、なるほど、お見事です。ありがとうございます。ちょっと森さん、ちょっと待っててもらっていいですか？はい、ちょっとリュウ君に。あのさ、本当に分かってんのがちょっと未だ向かってて、疑っててちょっともう 2,3 回ハラミかまして、なんとかギャフンって言わせろ。やりましょうか。ちょっとハラミちょっといい、よいしょ、待って、やります。お待たせしました、すいません。はい、お次のお肉いきますね。はい、お願いします。さあ、いかがでしょう。おー、ミノといえばミノのような音もします。肉汁がすごいある。今の音ですごいわかる。何やろ。ではじゃあテイスティングいきますわ。うん、噛み締めてますね。え、これちょっと山田くん、はい、え、ちょっとごめん、分からへん、ちょっと待って。何がその悩ませるんですか？いや、だってハラミだけ食べたもん。食べた感じは完全にハラミ。セールの中のお肉って大体こういう感じすんねんけど、香りが全然違う。いや、サガリの食感じゃない。今食べたお肉の部位はどこでしょう？分かれへん。ありえんのはもうハラミしかない。森さん、はい、お見事です。え、マジで？ハラミでした。やっぱり。なんなんその引っ掛け、やめてよ。次のお肉いきます。ほら、ハラミや。お次のお肉はリュウ君どれいきましょう。これでもサガリですわ。めっちゃ難易度上がってきたね。霜降りの音。霜降りの音、うん、パチパチして油が溶けていく音。水分は鉄板に触れた瞬間にチューって言うんやけど、それと同時に油がにじみ出てる音する。いや、もうこれはもう霜降りやね。お肉のテイスティングタイム参ります。どうぞ。あー、これはむずい。何このどこどこの食感。ちょっと塩一つまみくれへん。塩一つまみ。あ、これはこの甘みはリブかサーロインですけど、リブとサーロインだったらもっととろける。もうかぶりかな。いやー、でももっと弾力あるな。こういうお肉があって、その上にこういうかぶりがあるんですよ。はい、ここかなと思ったんですけど、ここは実は結構弾力があんねん。
はい、弾力があるから噛んだ時にもっとガムとかグミみたいな感じの弾力があって肉汁がジュワーッと溢れてくるんです、はい、で食べた時の感覚っていうのはこの芯のサーロインの部分の味が、はい、でもサーロインに比べては肉のおぼろけっていうか繊維はしっかりしてるんです。もっとねなんかねとろっと溶けてくるのがサーロインなんです。そうなるとリブの効果もでもリブにしたらもっと脂の感じがあるよな。リブロースこれぐらいあるじゃないですか。はい。その結構ね、もうだいぶ芯の細いあたり。それはどこになるんですか。リブロースの芯の横のベリベリって剥がれるここに鉛筆っていうのがあるよ。そこら辺に似てるな。結構マニアックとかあんまり聞いたことない部位ですか。大丈夫ですか。でも俺特徴はあんのよ。そこやったら繊維は残したまま脂の強さを感じることができるんで、そこ鉛筆。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解は鉛筆です。おお、これは結構やったんちゃいます。食べた部位の名前は、まあ、ミノです。お見事です。大丈夫大丈夫。大丈夫さあということで最後です。パーフェクトで終われるに終わりたい。ゆくんじゃあ最後に肉は。こちらですね。油の音するな。うん、だってじわじわしてるもん。音楽で言ったら、はい、イントロから来てるタイプはね、だいたい和牛のエニングです。イチボっぽさありますね。イチボ、うん、さあ焼き上がりましたよ。最後のお肉のテイスティング。お、頷いてる、うん、お肉の王様サーロインです。これもう迷わずですか。迷わないです。こんなん迷いようがないです。 なぜですか。それはサーロインの肉質と味、香り、もう全てにおいてお肉の王様。サーロインのサーはね、もうイエスサーのサーですから、もう本当に敬礼です。牛飼ってるからこれ分かります。サーロインです。パーフェクトでいきたいと思います。最後のお肉の場所はサーロインです。やったー、パーフェクト。お見事です。いやすごいですね。うん、パーフェクト。ありがとう。やっとや、その半期間おかしかったもん。久々の光で。久しぶりの光。生きてるって素敵やな。